2014年東京都知事選挙は、2014年2月9日に行われた東京都知事の選挙である。元厚生労働大臣の増添洋一が初当選。2014年2月11日に当選人告示され、正式就任した。自由民主党東京都支部連合会、公明党東京都本部推薦、新党改革支援で立候補し当選した。 舛添陽洋一と自由民主党総裁、安倍晋三前職の猪瀬直樹が前回知事選の直前に医療法人特集会から5000万円を受領し返金した問題をめぐって都政の混乱を招いたことの責任を取り、2013年12月19日に辞職願いを東京都議会議長に提出し、12月24日の都議会本会議で辞職が同意された。同日、 議長から東京都選挙管理委員会に知事の退職が通知されたことから2014年1月23日告示2014年2月9日に執行することが確定し約1年2ヶ月ぶりに選挙が実施されることになった第二次世界大戦後に東京都知事が民選となってから2011年の前々回選挙までは統一地方選挙に内包される形で執行され 2012年の前回選挙は衆院選との同日選挙の形で執行されたが、今回は初めて都知事選単独で行われることとなった。選挙戦は元厚生労働大臣で前新党改革代表の舛添洋一第79代内閣総理大臣を務めた元衆議院議員の細川森弘日本弁護士連合会前会長で前回に続いての出馬となった。 宇都宮健事、軍事評論家で、元航空爆料庁の田上敏夫をはじめ、都知事選は7度目の挑戦となるドクター、中松や3度目のマック赤坂、実業家の家入一和馬が初出馬するなど、計16名が立候補した。積雪による影響投票日前日の2月8日に、東京地方は記録的な大雪に見舞われ、選挙の執行にも影響を与えた。 本選挙は、猪瀬の辞職表明から、年末年始を挟んで告示までの期間が短く、タレントや著名人の日程調整が困難だった、ことから、イメージキャラクターの登用は見送られた。選挙啓発ポスター等では、私たちにできることがある。というキャッチフレーズが用いられる。16名、届け出順。本節では、届け出順にプロフィールを示す。 タモカミと応援演説を行うデブイスカルの東京都、ネリ区クのネリマ消防署前交差点にて演説を行う細川演説を行うマック赤坂東京都、渋谷区で行われた選挙運動での家入り政権与党の自民党や野党の民主党などをはじめとした各党は猪瀬が辞職した2013年12月19日頃から本格的に独自候補要立に動き始めた。自民党では、 同党に所属する、下村博文や橋本聖子、丸川珠代、小池百合子など、地元選出の国会議員を中心に擁立する、動きがあったが本人が誇示するなど候補決定までは、至らなかった。一方の民主党も同党に所属する連邦や、ジャーナリストの鳥越俊太郎、キャスターの村尾信宝に立候補を打診したがすべて、誇示された。その中で、元厚生労働大臣で、 自民党にも所属していた前新党改革代表の舛添洋一が候補者として浮上。自民党では対応が協議されたが、同党が野党時代の2010年4月に同党執行部を批判しりと除名された経緯があり党内では敬遠する関係者も多くいた。しかし、前年の暮れに同党が行った情勢調査で舛添が圧倒的な強さを見せたことや舛添が 自民党時代から近い関係であった、同党幹事長の石橋茂や官房長官の菅義偉などの党執行部が、舛添の手腕を評価するなどしたことから、同党は舛添を軸に候補者調整を行った。そして、2014年1月9日に開かれた、都議会自民党の総会に、舛添が出席し、党が大変な時代に、皆さんにご迷惑をおかけしたと謝罪。 所属する新党改革を離党し、今後は自民党との連携を強化していくことを表明したことから、翌日、同党トレンは党本部で幹部会を開き、マス添いのトレン推薦を正式に決定した。ただ、党内からのマス添いに対する敬遠もあったことから、推薦はトレン単位に止まった。しかし、トレン推薦決定後にも、同党所属の衆議院議員の小泉慎次郎や、 参議院議員で、舛添の元妻でもある、片山さつきらは一度党を離党し除名された舛添を支援することに関して否定的な立場であるということを表明しており、党内でのしこりが残った。加えて、自民党と連立政権を組む、公明党も、と本部が、舛添の推薦を決め足並みを揃えた。さらに、独自候補擁立に向け動いていた。 民主党内からも年明けになり、マスゾエ愛の理論が出始めていた。この直前には、出馬が噂されていた、細川森弘に、同党からの出馬を打診したが誇示されるなど独自、候補要率は難航していたため、同党とのつながりも強かった、マスゾエの推薦へと民主党トレンは動き始めていた。しかし、同党からの出馬を誇示した細川が一転して、 無所属で出馬する意向を固めたことを受け、同党トレンは細川が正式に出馬を表明する前の1月14日に細川を勝手連として支援する方針を早々と決定し自民党との対立軸を明確にした。その後、細川が掲げる原発ゼロに考え方が近いとして生活の党と決闘から間もない由井の党が独自に細川を支援することを決定。しかし、 民主党の支持母体である連合東京は、マス添の推薦を決め、民主党との対応が分かれた。一方、共産党や社民党を中心とした革新陣営は、前回の都知事選でも推薦していた宇都宮を、今回の都知事選でも推薦し、宇都宮は実質的な革新統一候補となった。ただ、社民党内では、宇都宮の推薦決定後に、宇都宮と同様、 脱原発を訴える細川が出馬を表明したため、党内で脱原発を訴える候補の一本化を求める意見が浮上していたが、最終的に一本化は不可能として宇都宮の推薦に落ち着いた。共産党、社民党のほか、緑の党、新社会党も前回に続いて宇都宮を推薦した。また、日本革命的共産主義者同盟、民主主義的社会主義運動、 労働者社会主義同盟の各団体も宇都宮を支援した。また、日本維新の会とみんなの党は自主投票を決めた。日本維新の会では共同代表の石原、慎太郎などをはじめとした同党所属の国会議員の一部が独自に、田本民を支援したほか、松野来急国会議員団幹事長、小沢英人国会対策委員長ら日本、新党出身者が独自に、 細川を支援するなど対応が分かれた。このほか舛添が所属していた新党改革は、舛添の離党と都知事選での支援を決定し、維新政党、新風が田元神の支持を決定。前回の都知事選で、宇都宮を推薦していた地域政党の東京、生活者ネットワークは、党本部が自主投票を決定したが、同党を母体とする東京都議会のと、 議会生活者ネットワークは独自に細川を支援することを決めている。革命的共産主義者同盟全国委員会、都政を革新する会は鈴木を支持した。投票率は46.14%で、前回の62.60%を大きく、下回り1987年、2003年に次いで3番目に低い投票率であった。 当日の有権者数は1068万5343人で、投票総数は493万98票となった。候補者別の得票数の順位、得票数、得票率、赤配率、協託金没収外境は以下のようになった。協託金欄のうち、没収とある候補者は、有効投票総数の10%を下回ったため、全額没収された。 得票率と赤配率は未発表のため暫定計算とした。各候補の得票率選挙戦では2013年9月に東京都での開催が決定した2020年夏季オリンピックに向けた対応や首都直下型地震に備えた災害対策、少子高齢化への対策などの都政関連の問題だけでなく、 細川や宇都宮らが主要政策として掲げた脱原発への是非を含めた原子力発電、エネルギー政策などの国政問題や前任の井野瀬直樹が特集会グループからの5000万円を受領した問題で辞職したこともあり政治と金の問題なども争点となった。元参議院議員の増添は東京世界一実行宣言を発表し2020年 東京オリンピックの成功野手と直下型地震に備えたインフラストラクチャ整備、中小企業への支援、特区制度を活用した規制改革、教育制度改革などを掲げた。また、少子高齢化への対策や待機児童対策などの社会保障と福祉、雇用対策の充実に厚生労働大臣としての経験を活かし取り組む考えを強く訴えた。政党では、 国政で連立政権を形成する自由民主党東京都支部連合会と公明党、東京都本部がマスぞえを推薦。政権与党の国会議員が応援に加わり、自民党からは内閣総理大臣検党総裁の安倍晋三や幹事長の石場茂、地元選出で文部科学大臣の下村博文などが、 公明党からは代表の山口夏夫がそれぞれ、マス添の応援演説を行うなど、両党の幹部が中心となり、マス添に対し国政選挙並みの全面支援を行った。選挙戦では、この2党をはじめ、連合東京などの各組織の支援も受けるなど、組織型選挙を展開。加えて、元参議院議員や国際政治学者としての知名度も、活かし、推薦。 支援を行った自民党と宗教法人総科学会を支持母体とする公明党の支持層だけでなく、無党派層や他党の支持層にも支持を広げ、得票数2位の宇都宮にダブルスコアで圧勝し初当選を果たした。前回の都知事選にも出馬した前日弁連会長で弁護士の宇都宮は、前回に続いて東京から原発のない社会を目指し発信していくとして、 脱原発を掲げて選挙戦を戦い、脱原発を求める市民グループなどからの支援も受けた。この他にも、弁護士として、貧困問題や、地下鉄、サリン事件の被害者救済に取り組んだ経験をアピール、競技施設の建設計画の見直しを行うなど、環境に配慮したシンプルな2020年、東京オリンピックの開催実現、福祉や雇用政策の充実などを訴えた。 選挙戦では、前回に続いて、宇都宮を推薦した、共産党や社民党などの政党、団体が、宇都宮の全面的な支援を行い、組織票も固めた。しかし、脱原発を求める市民グループの一部が同じく、脱原発を掲げる細川らの支援に流れ、脱原発派の票が分散する格好となり、投票率が下がった中で前回より、票数こそ上積みしたものの、 舛添の圧倒的な表には遠く及ばず、前回に続く時点に終わり涙を飲んだ。ただ、当初は舛添細川の一気打ちになるとの見方が強かった中で、終盤に猛烈な売上げを店にに食い込んだことは、大方の予想を覆すものであり、前線と報じられた宇都宮と同様、脱原発を掲げ、実に15年ぶりとなる。 政界復帰を目指した第79代内閣総理大臣の細川は同じく内閣総理大臣を務めた経験がある小泉純一郎の支援を受けた細川が出馬の意向を公に表明したのは有力候補中では最も遅い告示の9日前という慌ただしさだったが近年の都知事選では青島幸男や石原慎太郎といった知名度の高い候補が いずれも後出しという形で立候補して圧勝したという経緯もあり、未だ根強い人気を誇り郵政解散での圧勝の記憶も新しい小泉との異例の元首相コンビの効果が注目された。一部報道では投票率次第で600万票を獲得するとの予想がなされ、細川陣営では告示の前から圧勝ムードにはき返り様々なグループが入り乱れて、 温床争いも始まっていると報じられた。選挙戦では、知名度抜群の小泉が、全面に出て、選挙演説を行い、細川の支持を訴え続け、脱原発の是非に焦点を絞り原発、エネルギー政策のシングル異ー化を狙った。また、元首相としての政治経験を都政に生かすと訴えた、か少子高齢化への対策や二0二0年、東京オリンピックの開催成功に向けた。 環境づくりといった都政の課題も訴えた。しかし、出馬会見の2度にわたる延期や、共同会見の中止によって、他候補から苦言を呈えされ、脱原発以外の政策に、具体性が欠けるなど選挙に対する準備不足が、否めなかった。争点としたかった、原発、エネルギー政策についても、そもそも都知事選で、原発政策を問うのが適切なのかといった疑問に、加え、マ添が、 中長期の原発依存脱却を主張し実質的な脱原発を主張、対立軸が明確にならず、争点とすることができなかった。また、宇都宮をはじめとした脱原発を掲げる候補が他にもおり、脱原発派の票が分散。民主党などの政党の支援も受けたが、同党の支持層や不動票獲得を狙った無党派層などの票を獲得しきれず、 得票数3位止まりとなった。元航空爆料庁の田上は、航空自衛隊のトップとしての経験を踏まえ、自衛隊を活用した首都直下型地震や2020年、東京オリンピック開催に向けた災害対策の強化を掲げたほか、教育改革や安全を確認した上での原発の再稼働容認などを訴えた。選挙戦では、日本維新の会共同代表の石原慎太郎など、 同等所属の国会議員らから個人的な支援を受けるのみで、組織票がほぼない状況であったが、最終的に60万票以上を獲得。マスゾエラには及ばなかったものの、得票数4位に滑り込んだ。この前線には、田も神の思想に近い保守的で、国粹主義的なインターネット利用者である、ネット右翼が田も神を支援し、予想を超える前線を生んだと、マスコミでは報道された。 この後、田もたは、この選挙で運動員に報酬を支払ったとして、公職選挙法容疑で違反で逮捕され、選対本部長と共に有罪判決を受けた。このほか、実業家の家入りは、どんな人にも居場所がある東京を公約に掲げ、IT 業界出身の強みを活かして、前年に解禁されたインターネットを総動員した選挙活動を展開。ツイッターで自身の政策を募集し、 ネット献金やクラウドファンディングで選挙資金を集めるなど新たな選挙戦術の形を提唱した。ただ、該当演説を2回しか行わないなど知名度や、訴求力に書き得票数5位に終わり、協託金も没収された。また、都知事選7度目の挑戦となった発明家の中松は6位、3度目の挑戦となったスマイル投稿人の赤坂も7位であった。報道各社は、 都知事選が行われたのに伴い都内の各投票所で出口調査を行った。支持政党別投票動向支持政党別の投票先割合今回の都知事選では、舛添が自民党と連、公明党と本部からの推薦と、新党改革からの支援、細川が民主党、UI の党、生活の党の各党からの支援、 宇都宮が共産党と社民党からの推薦をそれぞれ受けて選挙戦を戦った。また、田も上は日本維新の会共同代表の石原慎太郎をはじめとした同党所属の国会議員団の一部から個人的な支援を受けた。マス添は推薦、支援を受ける自民党支持層の6から7割、公明党支持層の約9割を固め、自身が持つ組織票を確実にまとめた。 これに加え、共産、社民、唯衣、生活を除いた各党のそれぞれ2割以上にも支持を広げており、政党に関わらず全体で支持を広げた様子が浮き彫りとなった。時点の宇都宮は、推薦を受けた共産党支持層の7から8割と社民党支持層の6から7割から支持を集めたほか、細川を支援する民主党支持層の2割強にも浸透した。細川は、 支援を受ける、ゆいの党や、生活の党の各支持層から6から7割の票を、固めたが、同じく支援を受けて、最大の支援母体にもなっていた、民主党支持層からの支持は4から5割程度のみに、止まりた候補に支持が流れるなど、自身の組織票を固めきれなかった様子が伺えた。田もは舛添を支援した、自民党支持層と党として、自主投票の方針で選挙戦に臨んだ、 日本維新の会支持層とみんなの党支持層のそれぞれ2割程度に食い込んだが、組織票がほぼないこともあり政党支持層全体での広がりを欠いた。また、調査の中で最も多くを占めた無党派層は、増添が3割弱で最も多く、宇都宮と細川が2割程度を分け合い、田も上は1割程度に止まった。結果として、各政党の都知事選への対応方針がそのまま、 各候補への支持として反映されたことが、この調査で浮き彫りとなった。国会に議席を置く、各政党や国会議員から支援がなかった上記の4人以外の各候補は、無党派層を含めて、支持を集められなかった。年代別投票動向年代別の投票先、割合当選したマス添エは、20から70歳以上のすべての年代で、他の候補を寄せ付けない圧倒的な支持を得た。 その得票率は年代が高くなるにつれて上昇しており、高齢層からの支持が特に目立っている。宇都宮は前年代からまんべんなく2割程度の支持を得ている。その一方で、細川は40代以上では2割弱の支持があったが、政治活動から15年以上離れていたこともあり、20から30代の若年層の支持は1割程度に沈んだ。田も神は、 高齢層からの支持は1割以下に止まったが、若年層では宇都宮や細川を上回る2割程度の支持を得た。これは若年層で多母神の思想に近い保守的な考えを持つ者が増加していることが要因であり、それが如実に現れた結果であると分析されている。国示前の2014年に1月14日、早期の立候補表明を促すため、 東京青年会議所が主催する公開討論会が、宇都宮、田も上、松添、細川の4人によって行われるはずであった。しかし、この討論会に参加を表明したのが、宇都宮のみだったため、青年会議所は、討論会を1月18日に延期することを決定。18日に実施される予定となったが、参加予定の1人である細川が公約の未完成のため出席しないことが、 前日の17日に判明。この動きを受けて18日の討論会の出席に前向きであったマス添とタモカミまでもが討論会出席を見合わせたため、すでに設営も完了していた。当日の午前になって主催者の判断により討論会中止が決定された。一方、フリーライターの畑、山里リヒは同日、東京青年会議所とは別にニコニコ動画、畑、 山里ひとしチャンネルで公開討論会を開催した。こちらは連絡先のあるすべての立候補予定者を対象としたが、宇都宮、田もかみ、増添、細川の4人は出席せず、出席したのは中松、五十嵐、鈴木、根上がり、赤坂、姫路、内藤、そして山口節夫の8人であった。なお、 山口はこの時点で都知事選への出馬断念を表明していたが、討論会には出席した。さらに、国示日直前の1月22日には、日本記者クラブが、宇都宮、田も上、舛添、細川の4人による共同記者会見を行うことを予定していたが、こちらも細川が出席を見送ったため中止となった。その後、共同記者会見の代わりとして、 出席予定だった増添宇都宮、田もかの会見を一人ずつ続けて開いた。しかし、これらの相次ぐ中止について、各候補者からは細川への不快感を表明する声が相次ぎ、細川は選挙に向けた準備不足を露呈することとなった。結局、宇都宮、田もかみ、増添細川の4人が出席する初めての公開討論会となったのは、 告示後の2月1日にドワンゴやツイッタージャパンなどインターネットサービスを提供する7社が共同企画しニコニコ動画などのインターネットサイトで生中継された制作討論会であった。これに先立ち企画者7社のうちドワンゴやヤフーラ4社を含む敬語者は各候補者に対してくれぐれも公開討論会に欠席しないよう要請した。なお、 候補者の間での政策論争を伴わないものとしては1月30日に放送された日本テレビ系の報道番組が宇都宮、田も上、舛添、細川の4人が一つの会場に揃った最初のものである。選挙期間中の2014年1月31日に日本テレビ系列では熊本藩をもだった日後細川家に代々伝わる家宝を紹介する。 番組を放送する予定であった。この番組中には1月31日の放送を決定した時点で立候補を表明していなかった同家の第18代当主でもある細川元首相の出演シーンがあった。選挙期間中の候補者の番組出演に関して日本民間放送連盟が定めるガイドラインに抵触する恐れがあるとして日本テレビはこの番組の放送を延期せざるを得なくなり 1>, 1月21日に正式に放送の延期を決定した。なお、中止された番組が放送される予定だった1月31日の時間帯に日本テレビ系列では通常番組、金曜ロードショー、枠をレギュラー復帰とし同枠で映画、プレデターズが放送された。ありがとうございます。